バレーボール男子、東レ静岡は11日、富士市と連携協定を結んだ。今季24から25年の日程はすでに決定しているが、来年4月にオープンする富士市総合体育館で来季25から26年の試合開催を検討しており、スポーツを通じて地域づくりに貢献していく。10月開幕する SV リーグに向け、7月にクラブ運営に特化した。 東レアローズ株式会社を設立した。新社長に就任した山内哲也氏56は今期から静岡をチーム名にも入れた。東部のチームというイメージもあるが西部まで愛されるチームにしていきたいと力強く語った。現在、10の自治体と協定を結ぶが東部地域を主にしていた。今後は西部地域では初となる浜松市とも提携する予定だ。